はい、本日はですね、パタゴニアの P6 ロゴ T シャツの紹介をしていきたいなというふうに思います。で、ちゃんと正式名称言っとかんとあれなんで、正式名称言いますね。パタゴニア P6 ロゴレスポンシビリティ T シャツということになってます。で、このレスポンシビリティってめちゃくちゃ言いにくい、このレスポンシビリティがですね、まあ、後となってお話はするんですけども、結構重要になってきたりはするんですが、まずこれパッて見てもらったらですね、よくこれ街中で目にするパタゴニアのロゴがガツンと背中に入ってて、で、表側は結構シンプルな感じでパタゴニアにあと文字だけ入ってて後ろはロゴが入ってるっていう、これよく見るパターンやと思うんですけど、まあこれ以前からリクエストあって紹介してくださいってあったんで、今回紹介していくっていう流れになってて、この大きい方が僕が着るようになってて S サイズになってるんですけど、でこの小さい方っていうのが嫁が着るようになってるので XS サイズっていうことになってて、一応まあこの2着あるんですけども、で今回ですね、このパタゴニアのロゴ T を紹介するにあたっていろいろ調べてみたら、なんか同じようなロゴ T やけどなんかちょっと値段ちゃうねんとか、なんかポケットついてんねんとか、いろいろこうあったりとかしてですね、あんまりちょっとよくわからへんなっていうのがあったんで、一回これざっくりどういうのがあるかっていうのをおさらいするんですけども、このロゴ T っていうのはまあ2種類あって、一つ目っていうのはこのタイプでレスポンシビリティっていうやつなんですけど、まあこれがレスポンシビリティになってて、要は何かっていうと、生地がですね、ポリエステルって生地が入ってるので、速乾性があったりとかするタイプになってて、もう一個の方っていうのがオーガニックコットンっていうことになってるんですけど、それはコットン 100% になってるので、またちょっと質感が違うんですけども、質感も違うし、さらに言ったら生地の厚さも違うんですが、まあその辺は後々喋ってはいくんですけども、今回はレスポンシビリティなのでポリエステルが入ってるタイプの紹介ということになってます。ちなみにですね、一応パーセンテージはコットン 50% ポリエステル 50% ということで、まあ、僕の動画をよく見ていただいてる方やったらポリエステルっていうのは速乾性があるとかっていうのはよく言ってたりするので、例えば汗かいたりとかしてめちゃくちゃ暑いなってなったりとかしてもすぐに汗を乾かしてくれるのでベチャベチャになりづらいっていうのが特徴であったりとか、あと残りの 50% のコットンっていうのがしっかり吸ってくれるっていう役割があるので、コットンに関しては速乾性はないんですけど、生地は吸ってくれるので汗をちゃんと吸ってくれてポリエステルが発汗してくれるという、どっちのいいところも取ってるっていうのがこのタイプの T シャツになってて、もう一個のオーガニックコットンの方はですね、少し値段が安いんですけど、その代わり生地が薄くて、で一応4オンスっていうことがオーガニックコットンのタイプになってて、こっちのレスポンシビリティの方が 5.6 オンスになってるので、まあこれやったらギリ透けへんかなって、まあ後々見てもらうんですけど、まあ若干透けへんかなっていうの、まあというのも何を透けないかっていうとですね、もちろん男性の方だって分かっていただけると思うんですけども、まあお手首の方と言いますか、 OTB の方と言いますか、手首の方と言いますか、まあそういうのがちょっと透けにくいっていうのがこっちの方が透けにくくて、もう一個のオーガニックコットンの方は値段はちょっと安くなってて3630円なんですけども、4オンスなのでぐっと生地感は薄くなるってことで、こっちの方は 5.6 オンスで値段が4620円なんで1000円ぐらい高いんですけども、速乾性もあるし、まあ生地が透けにくいっていう感じにはなってるんかなというのがまず大きく違うところ、レスポンシビリティとあとオーガニックコットンの大きく違うところってなってるんですが、今回はこのレスポンシビリティの紹介ということになってます。でですね、こちらが結構メンズレディースともに着る方が多いと思うんですけど、まあサイズとしてはもともと US 規格になってるので、アメリカサイズのやつってちょっと大きいと思うんですけど、まあそんな感じでちょっと大きいので、パタゴニアってまあバギーズショーツにしようが何にしようが基本的に大きいって感じで、僕今バギーズショーツ履いてるんですけど、このバギーズショーツも XS サイズを着用してるっていう感じになってて、海外規格なのでやっぱりどうしても大きいので、まあその辺っていうのは普段着てるサイズ感よりもちょっと小さめにした方がいいかなと思うんですけど、もう僕ちょっとこれ着ますね。はい、ということで着てきました。まあ僕 S サイズでこれなんで、オーバーサイズ気味に着たいんやったら多分もう一個上やと思うんですけど、後で着用動画を見てもらうんですが、まあ本当にジャストサイズやったら S かなという感じになってますね。で、まあ透けてますかね、OTB の方が。特にそんな透けてる感じないと思うんで、思いっきりこうやったら多分透けると思うんですけど、これでも透けてるんかな、ちょっとわからないですけど、透けてますでしょうか。多分アップにしたら透けてると思いますけど。はい、ということになってるので、で次にですね、触った感じの素材感っていうのが、まあ 50% コットンで 50% ポリエステルってことなんで、まあ触ってる感じはですね、普通のコットンっぽい感じはするんですけども、やっぱりコットンってどうしてもガシガシした感じってあると思うんですけど、コットンのガシガシした感じとポリエステルのちょっとジムっぽい感じがちょうど混ざってるような感じになってて、触ってる感じはコットンに近いんですけど、実際着てみるとちょっとジムっぽい感じもするので、なんとも表現はしづらいんですけども、まあ汗とかは結構吸ってくれそうやなという感じでは思います。で、縫製とか見てもですね、首元とかも結構締まってると思うんですよね。きっちり締まってるし、まあ T シャツとしては値段的にも4000いくらやし、でまあ生地感的にもちゃんとしてるから、まあ妥当な感じかなという感じでは思います。でですね、まあせっかくこのパタゴニアのロゴの T シャツ着るんやったら、やっぱりパンツはバギーズでしょうということで、バギーズショーツって言って同じブランドから出てるショーツがあって、まあそれは海パンにもなるし私服でも履けるっていうようなパンツなんですけど、まあ、僕は今それ履いてるんですが、後でまあこれの色違いとかも履いていこうかなと思うんですけど、まあこんな感じで上下パタゴニアでもいけるし、まあここにキャップをパタゴニア被ってもかっこいいしって感じだと思うんですけど、まあいかにもっていう感じですよね。なんか好きな人
人は好きだと思うけど、あんま好きじゃない人はなんかいかにも感あるよなっていう感じだと思うんですけど、まあ、そんな感じの T シャツかなと思うんですが、一つちょっと気になることがあって、これ実際見てみるとですね、一応これホワイトを購入してるんですけど、ホワイトの色味が若干青がかってるんですよね。っていうのも、まあ、例えば他の T シャツとかと比べると、これノースフェイスのパープルレーベルの T シャツで、これはですね2週間ほど前に買った T シャツになってて、もう洗濯とか何回もしてるんですけど、ちょっと比べてみると若干こっちの方が青いんですよね。パタゴニアのやつの方がちょっと青みがかってるというか、で本来の白って多分こっちのノースフェイスの白の方が真っ白っていう感じなんですけど、それにしては少し青みがかった色味になってるんかなっていうのがちょっと気にはなったんですけど、一応タグとか見たらホワイトとは書いてあるので、パタゴニアの今回紹介してるのもホワイトはホワイトなんですけど、少しちょっと青みがかってるような感じで、パッて最初見た時はあれなんか水色っぽい感じやなと思ったんですけど、ちょっとそこは気になった感じかなというふうに思います。ただ単品で見たら全然白には見えると思うんですけど、真っ白と比べるとちょっと青いかなという感じでは思います。でですね、まあ個人的になんですけど、まあ今回こちらの P6 ロゴ T のレスポンシビリティの方を紹介してるんですけど、もう一個のオーガニックコットンの方もあるんですけど、まあ、こっちの方が言い方っていうのは多分生地がちょっと分厚めになってたりとか、あとポリエステルで速乾性があったりとかするので、まあ汗をよくかく方とかは多分こっちのレスポンシビリティの方がいいと思いますし、っていうのも汗をしっかり吸って蒸発してくれるので、多分ベチョベチョのまま過ごすことは少ないと思いますし、オーガニックコットンの方はやっぱり速乾性はないので、しっかり汗は吸ってくれるんですけど、速乾性がないのでやっぱよく汗かく方は多分こっちのレスポンシビリティの方がいいと思いますし、まあさらに生地も若干分厚め、1オンス以上レスポンシビリティの方が生地が分厚いので、まあテロテロ感がないというか、まあ言い方が悪くしたら肌着感はこっちの方がないと思うので、オーガニックコットンの方が生地が薄い分どうしてもちょっとテロっとした感じは出ちゃうと思うので、まあそういうのが苦手な方っていうのは多分こっちの方がいいと思うんですけど、まあ意見パッと見た感じはほぼほぼ同じなんで、あんまりわからないかなと思うんですけど、選ぶ際どっちが買っていいかなってわからんくなったりとかした時は多分そういうところを注意して見ていただければいいかなと思うんですけど、別にそういうの気にならへんよっていう方はオーガニックコットンの方が1000円ぐらい安いので、まあそっちで問題ないんかなとは思います。はい、ということになってですね、まあ僕今回こちらのロゴ T はですね、まあずっと前から知ってたんですけど、今まで買ったことはなくて、まあ今回リクエストいただいたんで、まあそれやったら女性の方も着る方多いと思いますし、男性の方も着たい方多いと思うので、まあ両方サイズ感が分かった方がいいということで夫婦で購入はしたんですけども、まあ今まで僕もどっちかっていうといかにも感があるかなと思ってずっと敬遠はしてたんですけども、まあそれこそファッションってまあ僕ちょくちょく言うてると思うんですけども、まあ自己満やと思うので、自分がそれで気に入ってればいいかなと思いますし、それこそよく人と被るっていう話がありますけども、人と被るって言っても誰も見てないっていうのがいつもの僕の考えになってるので、自分の着たいものを着るっていうのが、まあそれで購入を迷ってはる方とかいらっしゃったら、もう全然自分の好きなものを着ていけばいいかなというふうに思いますし、人と被るのを気にしやなあかんのは有名人ぐらいと思うので、もう全然その心配はないと思うので、自分の好きなものを着るというので全然問題ないかなと思います。はい、ということでこの手は何か分かりませんので一回ちょっと下ろしますね。はい、ということになってますので、最後は着用動画見てもらって終わりにしたいかなというふうに思うんですが、僕が今着てるのが178センチ65キロで S サイズを着用します。でこっちの嫁の方に関してはですね、152センチで体重の方はキロで XS サイズを着用するということになっております。では本日はパタゴニアの P6 ロゴ T レスポンシビリティを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Try to say goodbye.